フィリップ・エドゥアル・レオン・バン・ティガン。フィリップ・エドゥアル・レオン・バン・ティガンは、フランスの植物学者、菌学者である。ノール県のバイユールに生まれた。1856年にバカロレアを取得し、高等師範学校で学んだ。一級教員資格を得た後、パルトゥールの研究所で働いた。菌類の培養の研究などを行い、顕微鏡で菌糸体の成長が観察できる、バン・ティガンセルと呼ばれるようになった装置を考案した。1864年に発酵の研究で博士号を得て、2年後博物学の博士号を得た。1873年から1886年の間、=サントラルパリで教え、1878年から1914年の間はパリ自然史博物館の教授も務めた。1899年から1914年の間はパリ農業研究所の研究員も務めた。1871年にパリ衛生学会の会員となり、1876年にフランス科学アカデミーの会員に選ばれた。ユリウス・フォン・ザックスと並んで、植物生理学の分野の先駆者であり、ザックスの著書の翻訳も行った。1876年にブラストミセス症を起こす、真菌の記述を初めて行った。Tiegh. は、植物の学名で命名者を示す場合に、フィリップ・エドゥアル・レオン・バン・ティガンを示すのに使われる。Sociétés savantes。ありがとうございます。